海と日本プロジェクト in 山形。陸上自衛隊にいてですね、定年になって今は第二の人生っていうか第二の職場なんで仕事場ですよね。でもおそらく自分の心の中では遊び場でもある、まあずっと海と一緒にこう育ってきたっていうか、ここら辺の人はみんな磯見漁、磯見漁って言いますけどね、ガラスで磯を見ながら漁をする。波が穏やかな時には漁に出て貝を取ったり海藻を取ったり、そんなことをしてます。自分の求めた仕事なんで、少々天気が悪い時でも雨が降ってても寒くてもあんまり苦にならないですよね。今年はやっぱり水温が高いせいか取れる魚種が変わってきた。磯の方でも、サザエが大量ですけども、アワビがなんかちょっと元気がないような、これが温暖化のためか原因はわからないんですけども、危機感はあります。あとはゴミですね、まあ、できる限りこう拾うようにはしてますけどね。私もまだやったばっかりで未熟なもんですから、そこまでは取れないんですけども、海の魅力っていうか、海に比べたら俺なんか本当にちっちゃいって、そんな俺が何悩んでるんだみたいな気持ちになれるんで、ストレスのない職場だと思いますけどね。海と日本。